ゴジラ。 どういう意味だ。神の化身を意味する言葉だそうです。エラらしき形状から水生生物と仮定してもハイヨのような足の存在が推測できます。太古の恐竜なのか、クジラの亜種なのか、種目も何も判別はつきませんね。そんなものがいるわけないだろ。今から60年前、各国の放射性廃棄物の無秩序な海洋陶器の資料ですか。 まさか。未だかつてこのようなことがあったでしょうか。前代未聞です。警察が誘導した。長君、避難してください。ここまでは被害が拡大するばかりだ。すごい、まるで新火だ。合戦はまさに神の化身ね。そろそろ好きにされたらいかがでしょう。浄土ですから。武器使用は無制限まで襲って必ず都内侵入前に駆除せよとのこと。いけませんよ。ほら、 この国を守る力が与えられている最後の砦です。日本の未来よ。